私はパニコ、32歳、とある会社に勤める OL です。はあ、お腹すいた、社食社食っと。あ、パニコ、あそこの窓側の席座ろう。こちらは楓、同じ部署の同僚であり同期です。オッケー、今日は何食べよう。あ、親子丼がある。いいね、私も親子丼にする。その通り、楓と私はとっても仲良し。他の同僚や上司もいい人たちで、バリバリ働きながら充実した毎日を送っていました。でも一人だけちょっと痛い人がいるんですよね。あ、浜井さんだ。そう、その痛い人というのがまさに今社食に入ってきた浜井さん。浜井さんは現在49歳、口癖は私って童顔だからよく JK に間違えられちゃうので、正直あのシミだらけのシワシワ顔に白髪混じりのボソボソの髪の毛で JK になんてとても見えません。むしろ実年齢より老けて見える。なのに自分の見た目が若いと勘違いしちゃってるのよね。今朝からずっと思ってるけど、浜江さん今日もマイクロミニのスーツ、ツインテールにド派手なリボンもつけて、ここ会社よね。部長も今朝 TPO をわきまえなさいって浜江さんに注意していたけど、それに対して浜江さん、何のことですかキャピってぶりっこポーズかましてたわよ。うっけ、何それ。部長もはっきり、そんな短いスカートを履いてくるなって怒ればいいのに。でもほら、あれよ、男性が職場で女性の見た目をいろいろ言うと、この時代いろいろ面倒でしょ。部長もはっきりは言えないよ、無理もないわ。なるほどね。って浜江さんがこっちに来る。慌てて喋るのをやめて、親子丼を口へかっこみ始めた私と楓のもとに、サンドイッチが乗ったトレイを持った浜江さんがやってきたんですが、と言いながら私たちの正面の席に腰掛けたわ。ねえ、もうすぐ女性の新入社員が入ってくるんだって。高校卒業したばかりの子らしいわよ。どうしよう、私その子よりもみんなから若く見られちゃったら困っちゃう。それはそれは、その子が私にタメ口を使ったとしても2人とも許してあげてね。だって仕方ないでしょ、私がそれだけ若く見えちゃうってことだから。自分の容姿に自信があるのは悪いことではない。この時は無理やりそう思うぐらいだったんですが、この度入社いたしましたゆめなと申します、よろしくお願いします。例の新入社員のゆめなさん、かなり可愛くてね。出社初日、私は彼女の仕事の指導を部長から任されたんですが、この画面のここに表示されているフォルダは部署のみんなで共有しているんだけど、開くときにパスワードが必要だね、と私がゆめなさんにパソコンを見ながら言うと、あ、ちょっと待ってください、パスワードをメモしてもいいですか。どうぞ。じゃあここにメモしたかった。そこダメですか。さすがに手の甲はちょっと。あ、ですよね、すみません。じゃあ手のひらにします。この子なかなかやるわね。ご覧の通り、かなりの天然。さらに食堂にてゆめなさんと楓と私の3人で話している時も、社食のうどん美味しそう。じゃあマイマヨかけて。ゆめなさん、マヨ？私マヨラーなんです。で、それからその後に追いパルメザンと。追いパルメザン？もしかして持ち歩いてるってこと？大丈夫なのそれ。
やだパニコさん、大丈夫ですって。知らないんですか、マヨネーズもパルメザンチーズも常温で大丈夫なんですよ。いや、そこじゃなくてこんな感じに天然で若くて容姿も可愛いユメナさんにみんなもうメロメロ。ただね、浜江さんがユメナさんに嫉妬し始めちゃったのよ。とある日も給湯スペースでユメナさんがコーヒーを湯飲み茶碗に注いでみんなに持ってきてくれた時があったんですけど、みんながユメナさん天然で癒されるなと言っていると、何よあの子調子乗って、超ムカつく。私の方がイケてるのに男どもも分かってないんだわ。そしてこの時から浜江さんは男性陣に必要に絡むようになったの。昼休憩中はもちろん、仕事中でもお構いなし。あのマイクロミーのスーツ姿で男性陣にボディタッチをし、上目遣いで見つめ、力のこもったアヒル口で話しかけ、そのうち男性社員たちは浜江さんを怖がるようになりました。取引先の男性社員にも絡んで、取引先の人かなり困っていましたよ。だけど全く気づいていない様子の浜江さんは、男性陣に絡むたびにゆめなさんに、ざまあ見ろ、私の方が可愛いしモテるのよって得意げな顔を向けていました。まあど天然なゆめなさんの方も浜江さんの行動に全く気づいていない様子でしたけど、ただ今度は部長も怒ってはっきりと浜江さんに注意しました。だって仕事の妨害をしているわけですからね。私や楓などの他の女性社員たちにもそのしわ寄せが来るし、本当に迷惑でした。ところが怒る部長に浜江さんは、部長もしかして他の男性社員たちにやきもち焼いてるんですか、私が部長スルーしてるからってごめんなさい、ぶっちゃけん私部長はさすがに全然タイプじゃないっていうか、こういうことははっきり言っておかないと後々部長を傷つけるだけだし、ダメだこりゃ。ちなみに部長がダメならと思い、私や楓他の女性社員たちも浜江さんに注意してみたんですけど、私が可愛くてモテるからって嫉妬してるの、女の嫉妬怖いというだけでした。そんなある日のこと、楓と食堂でこんな話をしていました。本当に最近の浜江さんには参っちゃうよね。おかげで昨日も一昨日も残業だったし、浜江さんよくもまあ自分に都合のいい勘違いを。だよね、今まで注意してくれる人いなかったのかね。浜江さんってもともといいとこのお嬢様だったみたいだよ。甘やかされて育ったんじゃない。だけどさすがにあの年であれはね。浜江さんっておいくつなんですか。声がして振り向くと、カレーを持ってユメナさんが立っていたんです。その時でした。男性社員数名が歩いてきて、ユメナさん俺と一緒にご飯食べないと次々誘い始めたので、男性社員たちは誰がユメナさんとご飯を食べるのか揉め始めたんですが、次の瞬間です。ご飯なら私が一緒に食べてあげるけど。そして浜江さんはユメナさんを指さしてこう言ったんです。調子乗るな。調子乗るな、どうして知ってるんですか。え、私の一番上の姉の名前がルナってこと。そうじゃなくて、ユメナさん、あなたが調子に乗ってるんじゃないのって言ってんの。あ、そういうことですか。なんだびっくりした。あなた今10代だからチヤホヤされてるだけなんだからね。私と同じ年くらいになったら、あなたなんておばさんになって男は見向きもしなくなるんだから。その点私は童顔で、この年になっても JK と間違えられるくらい見た目が若くて、あなたなんかとは格が違うんですからね。お昼ご飯くらい静かに食べさせてくれよ。まったくもううんざり。ところがね、ユメナさんがやっつけてくれたのよ。失礼ですが、浜江さんっておいくつなんですか。
私はいくつに見える？年齢当てクイズですね。私得意なんですよ、年齢当てるの。あら、そう。よし、絶対当てるぞ。私のママが39歳で、おばあちゃんが72歳だから、その間くらいか。でもママに言われてたんだった。女性の年齢を言うときは、まず10歳以上は若めに言っとけって。はい、わかりました。60代後、じゃなかった、50代後半くらいですよね。なんですって。全く悪気のないキラキラした笑顔のゆめなさん、しかも心の声全部言っちゃってるってば。この子ただものじゃないと見た。同感。あなたたち何笑ってるのよ。本当だ、なんで受けてんの。それより浜江さん、どうですか、年齢当たってるでしょ。私浜江さんのこと入社した日からすごいなって思ってるんです。尊敬しちゃいます。尊敬。そうなの。なんだ、それならそうと。だって必死に頑張る姿が素敵なんですもの。あ、だってそうでしょ。60じゃなかった、50代でマイクロミニとか普通の50代にはできませんよ。私のおばあちゃんにも浜江さんみたいに頑張れって言っときます。はあ、似合っているかどうかじゃない、やっぱり人生我が道を行くですよね。素晴らしいです。どうしたんですか浜江さん、元気ないですよ。あ、もしかして浜江さん、お腹空いてます？私パン持ってますよ、浜江さんにあげます。ほら、きなこ揚げパン。ちょっと食べるときボロボロしますけど、いらなくなった新聞紙引いて食べれば大丈夫。ほら、この新聞紙も一緒にどうぞ。私いつもきなこ揚げパンのときは新聞紙も一緒に持ち歩いて。いらんわ。私なんか失礼なこと。もしかして浜江さん、きなこ嫌いですか。違うわ、私は40代後半、まだ50じゃないわよ。恥ずかしいのか悔しいのか、顔を真っ赤にして泣きそうになっている浜江さん。恐るべし土天然女子。ゆめなさんの奇跡のお仕置きに食堂にいた全員が大爆笑。私も楓も思わずお腹を抱えて笑っちゃいました。この、あ、危ない。突然なんと浜江さんがゆめなさんに突進。ところがゆめなさんは浜江さんをひらりとかわし、ゆめなさんの後ろにいたある人にもろにダイビングしちゃったの。ある人というのはなんと部長。部長は君は来月リストラだからなと叫びました。リストラ？当然ね、みんなを困らせていたんだからね。部長、なんで私が部長。怒りながら食堂を出ていく部長を涙を流しながら追いかけていく浜江さん。私たちはクスクス笑いながら、ゆめなさんはポカンとしながら見ていたわ。その翌月、浜江さんは部長が言っていた通りリストラされ、会社を去っていきました。浜江さん、ご両親はすでに亡くなっていてね、さらに未婚。ご両親の遺産は洋服や化粧品を買い漁って当の昔に使い果たしていたため、お金の面でいろいろ大変だったみたいよ。ひとまず再就職先を探し始めたそうなんですが、なかなか見つからず。そんな時ホストに声をかけられ、それがきっかけでホストクラブに通うようになっちゃったんだって。きっと可愛いとか見た目が若いと言ってくれるホストと一緒にいるのが心地よかったのでしょう。ただホストに通うには多額のお金がいるもの。結局借金まみれになって、今じゃ遠方で住み込みで働くことになったみたいよ。相当長くの借金があるから一生そこで返済生活だって。さて一方の私はというと、
浜江さんがいなくなって残業することもなくなり、快適快適。夢野さんですが、入社したばかりの頃よりもかなりしっかりしましたよ。素直だからアドバイスしたことを片っ端から吸収できるスポンジタイプの子なのよね。まあ天然は健在ですけどね。そういえばこの間その夢名さんがこんなこと言っていました。はあ、私成長してるのかな。ん、どうしたの急に。成長してるに決まってるじゃない。そうですかね。だって私全然伸びてませんよ。そんなことないって。だってこの前の健康診断で去年から3ミリしか伸びてなかったし。あー、そっち。それよりさ、ご飯食べましょう。カレーが冷めちゃう。はい、くよくよしたって仕方ないですよね。そうしましょう。だね、私お腹ペコペコ。いただきます。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。